みません。サンタキアラ教会ってどう行くんですか。行こうか。あの、落としましたよ。この町では油断しちゃダメだよ。ほらほら、ライセンスないやつはここで営業すんなって何度言わせんだ。移動しろ移動。勘弁してください。諸場代払ってから商売しろって言ったよな。誰だそいつは。ジョルノですよ。ジョルノ・ジョバーナ。ジョルノ、やっと着いた。長かった。どうなってんのこれ。うわ気持ち悪い。高いよ。相場は半分くらいでしょ。へえ、言葉すごくペラペラです。ぴったり1万で市内まで。え、1万は約500円。僕を旅慣れてない日本人だと思って甘く見ないでほしいんだ。半分日本人のくせに日本の旅行者を騙そうとするからだ。スタンドか。でもそんなバカな。イタリアに来ていきなり。あの、さっきのタクシードライバーについて。何でも喧嘩の時ナイフを顔面に深々と突き立てられても戦うのをやめなかった。 15? 若いね。話を今してんのはこの俺だ。誰が質問していいと言った。このボケが。お、なんだこりゃ。家族の写真か。金はどこだ。ほら戻ってきた。叩き落とせ。このカエルは関係ないんだ。やめろ。何もしなければ無害な奴なんだ。てめえはもうおしまいだ。こいつへの攻撃はそのまま自分自身への攻撃となり命と。この少年の皮膚の一部ですか。ああ、採取して送ってほしいんだ光一君。なんかこの少年、失礼ですけどどこか丈太郎さんに似てますね。お客さん、お食事でも。いや結構です。僕のパスポート返せ。僕の荷物はどこだ。本当心が痛むけど重い。ゴールドエクスペリエンス。もう一遍言うけど追ってくるなんて考えないでよ。なのに僕への攻撃を手加減していたことが君のダメージを見ると逆によくわかる。もしもし、翔太郎さん、こいつです。こいつくんか。イタリアには到着できたのか。本当に偶然出会ってしまったんです。学生のくせにチンピラのようなことをしていて。死んだ父親の遺伝だとか。彼の父親って。ジョルノ・ジョバーナが本当にディオの子供で彼の肉体も少なからず受け継いでいるのかどうか。これ以上は危険だ。いいな。君届ける。まさか、もらっちゃいますね。俺ね、人が本当のことを言ってるかどうかわかるんだ。ジョルノ・ジョバーナ、涙目のルカがなぜ空港にいたのかは誰も知らない。しかし奴のボスが考えているのはそこじゃない。汗をかかないね。よし、信じよう。手は握っていたのに。ルカの右目だぜ。何見てんだい。羨ましいかい。涙目のルカはうちのボスが始末させた。あれじゃ生きててもしょうがないってな。もっともそんなことすればお前は死ぬな。こいつやばい。ジョルノ・ジョバーナ、彼の父親はディオ・ブランドーである。ジョルノが生まれた後日本に住んでいたが、幼いジョルノを置き去りにして彼女はよく。ジョルノが4歳の時母親は結婚した。人の顔色ばかりチラチラ覗きやがって。そんなジョルノは町のガキどもの鬱憤晴らしにちょうどよかった。しかしある事件がきっかけでジョルノは救われることになる。おい小僧、ここらで怪我した男見なかったか。幸運なことに男の体は草が伸びて隠れていた。君がしてくれたことは決して忘れない。はい、お待たせ。これ多い。何かの間違いじゃ。両親から学ぶはずの人を信じるという当たり前のことを。ちょ、待ってくださいよ。待てよ。
政治家が汚職をやり、警官が弱者を守らない町で。答えろよ。質問はすでに拷問に変わっているんだぜ。こいつの攻撃をこれ以上食らうのはまずい。バラバラになっちまう。やるしかない。貴様、何をした。なんだ、ちょっと立とうと思っただけで。食らえ、ジョルノ・ジョバーナ。なぜ僕にこんな能力があるのか知らないが、せいぜい利用させてもらうかな。これがジョルノ・ジョバーナのスタンド。事故だったと言っても信じてはもらえないんですよね。で、僕は始末されるってわけですね。こいつにはやると言ったらやる凄みがある。確信した。パワーは俺のスティッキーフィンガーズの方が上だ。まずいぞ。やつをケーブルカーの外に出したのはまずい。決まってこねえとよ。一人一人別々の方向に動き出した。なんだ、うるせえハエだな。一般人を巻き込まないときっぱり言ったばかりなのに。すまん、ありゃ嘘だった。あんたを逃がすことはできない。その点に関しては僕は必死だ。逃がす。俺のスティッキーフィンガーズの能力はジッパーで別なもの同士を接続することができる。今さら何をする。ジョルノ・ジョバーナ。ジョルノ・ジョバーナのスタンドの破壊力はそれほどではない。しかしこの場合はそれが逆にきつい。